イギリス料理を弁護するジョージ・オーウェル外国の観光客をこの国に呼び込むことの重要性については近年多くの議論がなされている外国からの来訪者から見たイングランドの2つの最悪の欠点は有名だすなわち日曜日の陰鬱さと酒を買いづらいことである両方とも多くの抑制を求める狂信的な少数派が原因で この抑制には幅広いい法律も含まれている。しかし世論によって速やかに改善できるものが一つ存在する「料理」だ「イギリス料理は世界最悪である」という意見は広く知られるところでイギリス人自身でさえそう口にする単に出来が悪いというだけではなく「まがいもの」と考えられているのだ私がつい最近読んだフランス人作家の本ではもちろんのことだが 最高のイギリス料理はフランス料理そのものであるとさえ言われていたさて端的に言ってこれは真実ではない国外で長く生活したことのあるものであれば誰でも知るように英語圏の国々の外では手に入れることが全く不可能なたくさんの美味がある以下に挙げる他にも多くあることは疑いないがここでは私自身が外国にいた時に探し 見つつけ出せなかかったものをいくつかあげようまず何を置いてもキッパー。ヨークシャープディング。レボンシャークリーム。マフィン。クランペットだ。次にさまざまなプディングだがこれはすべてをあげていては紙面が尽きてしまうだろう。特にあげるとしたらクリスマスプディング。トリークルタルト。アップルダンプリングズだ。ケーキについても同じくらい長いリストになってしまうが。 例えば戦前のバザーズで手に入ったようなダークプラムケーキショートブレッドサフランバンズがあるそして数えきれないくらい多くの種類のビスケットもそうだもちろんビスケットはどこにでもあるが一般的にはイギリスのものの方が美味しくサクサクとした食感をしているさらにさまざまなじゃがいもの調理法がある私たちの国特有のものだ 肉の下に敷かれてローストされたじゃがいもをどこかで見たことがあるだろうかこれはじゃがいもの最高の調理法ではないだろうかあるいはイングランド北部でおいしいポテトケーキを食べたことはあるだろうかまたイギリス流の新じゃがいもの調理方法ミントと一緒に茹でてから溶けかけたバターかマーガリンをつけて食べるそれはよその多くの国でやられているように油で揚げるよりもずっといい またインングランド特有の様々なソースもある。例えばブレッドソースホースラディッシュソースミントソースアップルソースだレッドカラントのゼリーについては言うまでもないだろう羊肉にもノウサギの肉にも素晴らしくよく合うそしてさまざまな種類の甘いピクルスはほとんどの国よりもずっと豊かであるように思う他には何があるだろう缶詰のものを除くと 私はブリテン諸島の外でハギスを目にしたことはないダブリンエビもオックスフォードマーマレードも何種類かのジャム例えばマローのジャムやキイチゴのジャムもないし私たちのものと全く同じようなソーセージもないそれからイギリスチーズだ数は多くないが私はスティルトンはこの種類のものとしては世界で最高のチーズだと思っているし ウェンズレデールもそれに次ぐものだと思うイギリスのリンゴもまた際立って素晴らしいとりわけコックスオレンジキピ,ピン種だそして最後にイギリスのパンについて言っておきたいキャラウェイの種で香り付けされた大きなユダヤパンから糖蜜で色付けされたロシアのライ麦パンまでパンというものはどれも素晴らしいものだしかしイギリスのコテージパンの皮の柔らかい部分に匹敵するものがあるとは私は思わない いつになったらまた固定いパンを目にするようになるだろう私が先に名前を挙げたもののいくつかが大陸ヨーロッパでも手に入ることは間違いないロンドンでもウォッカやツバメの巣のスープは手に入るしかしこれらはどれも私たちの地域が原産で他の広大な地域では文字通り耳にすることもないものなのだ例えばブリュッセル南部でスウェットプディングを手に入れられるなどとは考えることもできない フランス語にはスウェットと正確に一致する訳語さえ存在しない。またフランス人は料理にミントを使うこともないし、酒の原料として以外はクロスグリも使わない。その独自性においても、材料においても、イギリス料理を恥じる理由などないということがわかるだろう。しかしそれでも外国からの来訪者の視点に立つと、深刻な潜在的問題があることは認めざるを得ない。 それは家庭の外では優れたイギリス料理にたどり着くことが実質的に不可能であるということだ。例えば、おいしいヨークシャープディングの厚切りが欲しければ、レストランよりも最貧困のイギリス家庭での方が手に入る可能性は高い。そして来訪者は必然的にほとんどの食事をレストランでとるのだ。明確にイギリス風で、同時に素晴らしい食事を提供しているレストランを見つけ出すのが。 非常に困難であることは事実だ。パブは一般的にはポテトチップスと味気ないサンドイッチの他には食べ物を全く扱わない。高級なレストランとホテルのほとんどはまがいもののフランス料理を出し、メニューはフランス語で書かれている。美味しくて安い食事が欲しければ、自然とギリシャ風レストラン、イタリア風レストラン、中華レストランへ足が向かうことになる。イングランドは料理がまずく。 理解不能な法律の国であると思われている間は、旅行客を呼び込むことなどできないだろう。今のところはどうしようもないが、遅かれ早かれ配給制は終わって、イギリス料理が復活する時が来るはずだ。イングランドのすべてのレストランは外国料理かまずい料理を出さなければならない、という自然法則などない。そして改善へ向かう第一歩は、イギリスの人々自身が我慢するのをもう少し控えることだろう。